おはようございます。お願いします。行きます。よいしょ。今日は朝ごはんとか何食べたんですか？朝ごはんおにぎり1個です。もう減量は減量してます。それでも炭水化物いけるんですね。まだ、まあ、昼間は結構ガッツリいくんですけど、今日時間なかったのでおにぎりだけです。あ、なるほど。はい。じゃあちょっとあのメイクできる準備とかが揃ったら教えてください。メイクいらないですよ。いやいやいや、失礼です。大丈夫です。何をしたらいいですか？上だけ。上だけ抜けばいいですか？はい。もうちょっと仕上がってきてます。そうでもないですか？あ、ここから6キロってなんです。6ですか？1ヶ月、はい、食事制限とかはこれからグッとしていく感じなんですか？いや、食事制限もしてますよ、全然。あ、朝は食べてないですし、昼はまあ炭水化物しっかりとって、夜はまあサラダと肉ぐらいですかね。これをずっと続けとけば毎日走って、そしたらまあ徐々に落ちていくんで、あと 1,2 キロ脂肪で削れたらいいかなみたいな。水抜きとかそういうのは、そういうのも最後しなきゃ絶対落ちないんで。ライトフライはきついんですよ。あ、じゃあ、あれ先ほどあの車送っていただいたのはどなたですか？あ、嫁です。奥さん、はい。結婚何年目ですか？え、結婚何年目ですかね。結婚はちょっとわかんないですけど、まあ、自分が中、嫁が中3で自分が高1の時には出会ってるんで、まあ長いっちゃ長いです。結婚したのは？結婚したのは多分自分が東京行く時なんで19ぐらいですかね。なんでまあ12、3年ですかね。奥さんなんて呼んでるんですか？なんて呼んでる？普通に名前で呼んだり、おいって言ったり。お子様、ご家族は？何？2人です。男の子、女の子。上が女で下が男です。何歳と何歳ですか？中二と小子です。子育ては、まあ楽しいですよ。はい。自分が経験してきたこともある、そのまあなんていうんですかね、自分が経験したことをまあ教えたり、されて嫌なことをしなかったりとか、まあいろいろ考えながらやるんで、まあ、楽しいっちゃ楽しいです。親バカポイント一つ挙げるとすると、まず親バカポイント、お姉ちゃんから。親バカポイント、親バカ、まあスタイルも良くて顔も整ってると思うんで。はい。あれ、ボクシングでなかなかの戦績を残されてると思うんですけど。いや、まあボクシングはまあそうっすね、まあ、それなりですよ。自分は そこまでめっちゃ教えてるわけじゃないですし、教える暇もないですし、なんでその全国大会まで来ましたけど、2人下の子も上の子も全国大会まで来たんですけど、やっぱ教える暇がないんで、やっぱそこは可哀想やなと思うんですよね。やっぱ他の子たち、他の選手、自分の子たちってやっぱトレーナーに教えてもらったりしてるんですけど、やっぱ自分らの子供やったら、ほんとミットも全然持ってないんで、全く教えてないんで。そうなんですか？そうです、そうです。まあ、教える暇がほんとないんで、自分が試合が決まってなかったら教えるんですけど、もう今試合決まっちゃってるんで、ほぼ何も教えてないって感じなんで、まあほんと自分らでやらないと、勝てないぞとは言ってますけど。そんな強いんですか？まあそうっすね。これ世界戦決まってどうですか？まあようやくかって感じですね。どういう怪我だったんですか？アキレス腱断裂です。実際その時どう感じられました？その怪我した瞬間はもう終わっ、ボクシング人生終わったなと思いましたけど、まあ、日にちが経つにつれて、まあ、もう一回頑張ろうかなみたいな。頑張ろうかなと思えた理由みたいな、なんかあるんですか？まあ、自分はその手術か保存療法かっていうのがあって、まあ、手術を
覚悟した瞬間ですね。具体的にはどんな手術なんですか。手術、この足首切って、まあ、ちげた腱と腱をこうやって結びつけてみたいな、人工糸みたいなんで結びつけたみたいな感じだと思います。どうですか、動きとか変わらず。あ、はい、全然調子は、まあ、いいと思います。入院中に他のパーツを鍛えたりみたいになったんですか。いや、入院はもう 2日3日ぐらいしかしないんで。本当は1週間ぐらいと言われたんですけど、もう折っても仕方なかったんで、痛み止めも効かないし、それやったらもう家帰ろうみたいな。あ、そういう感じだったんです、はい、お医者さん困ってなかったですか。いや、別にもういいよみたいな感じでした、ね、でそっかリハビリ。そうですね、まあでも本当手術して3日4日後ぐらいにはもう子供の大会とか行ってたんで、松葉杖ついて。普通のトレーニングできるようになるまで何ヶ月間あったんですか。松葉杖、そのなんかサポーターみたいなこうやってやってたんで、はい、それがどんぐらいやったんですかね。2、3ヶ月ぐらいはそれ使ってやってましたね。ジムにとりあえず毎日来て、子供らを教えながら、ジムの子供たちも、まあ、自分の上半身のトレーニングしたりとか。メンタル的なそういう時の息抜きみたいなのなんかあるんですか。まあ、やっぱ試合決まってない時のトレーニングっていうのはやっぱ楽しいんですよね。何も考えずにっていうか、まあ考えてはやってますけど、まあ、気楽にできるっていうか、だからその期間っていうのはまあ楽しい時期で、結構まあ早く過ぎてったんですけど。ボクシング以外の息抜きみたいなのってありますか。例えばテレビ見たり映画見たりみたいな。そういうのがないんで困ってるんですよ。ないんですか。ないですね。たまになんか釣り行ったりするんですけど、釣れないんでストレス溜まるんですよ。ちなみに何釣りですか。いや、もうそういうのも多分適当ですよ。海に適当に行って適当に竿を投げてみたいな感じなんで。いや、だから釣れないんじゃないですか。あ、そうなんですよ。ボクシング始められたのって何歳ぐらいの時なんですか。始めたのは多分年長ぐらいから、まあ親、まあ遊び程度で親と弟とみたいな。中学校とかにそのボクシング部みたいに入ったりしたんですか。いや、入ってないです。部活は、まあ自分は部活やってないんですけど、家帰ってジムに行くみたいな。その当時は結構その異例で、絶対部活入らなきゃいけない時代やったんですけど、まあ、特別で部活せずにボクシングみたいな。中学時代結構やんちゃだったって話も聞いてますけど。いやいや、全然普通です、ね、声がちっちゃくなりました、そのヤンキーネタはダメですあんな特有のヤンキーネタはもうお子さんもいるし、はい、叩かれます自分が中学生の頃と今娘さん中学生で、なんか今時代違うなみたいなのありますか。まあ、ヤンキーの種類が全然違いますよね。ヤンキーの話出たじゃないですか授業参観とか行かれたりするんですか。あ、行きます行きます。周りどんな反応しますか。やっぱなんかなんていう反応、まあ、みんな自分のこと知ってるんで、先生とか声かけてくれたりしますし、上の子の小学校の授業で自分のテレビ見るとかもあったらしい。へー、それはびっくりしました。なんか好きな映画とかって過去にあったりしますか。いや、全くないですね。もう中学校の時に見たぐらいです、うん、クローズっていうなんかヤンキーのあれが流行って、うん、あれを見たぐらいだと思います。好きな食べ物とかありますか。メロンとか、あとまあ刺身とか。あなんかシューズは左足から履くみたいなとかって、なんかそういう験担ぎみたいなのってあったりするんですか。いや、自分は全然ないです。そういうジンクスとかそういうものは。ジンクスというのはないですけど、ただにまあ軽量の時のパンツはデビュー戦から今までずっと同じですね。まあ、勝負パンツじゃないですけど、今までずっと同じパンツ履いていたんで、ずっと同じパンツでいこうかなみたいな。
洗って同じ、同じ、全く同じってことですか？全く同じです。あ、そういうことですか？日頃は履いてないですよ。だから計量の時だけしか履かないパンツなんで、な、10、20回ぐらいしか履いてないんです。あ、結構派手やったんで、はい、まあ、あんま意味なかったんですけど、ここまでなんか、なんだかんだそのパンツで履いてたんで、まあ、最後までそのパンツでいこっかなみたいな。まあでも、年齢も年齢なんで、中盤の時に買ったパンツなんで、ちょっと派手すぎるなっていうのもあるんですけど。ちなみに下克上と大和魂が逆転してるのは、ね、これはまあ10代の時に自分に言い聞かせようみたいな感じで、まあ、その普通に入れたら他の人が見えるわけで、その自分に当てて当てたみたいな。ああ、なるほどね。こう、まあ、この辺にこれをこう外したら、まあ、自分に見てるみたいな感じで。タンパクしちゃっていいですか？変わるんですかね。あ、変わると思います。貯金やばい、変わりました。すごい。矢吹さんは本名ですか？いや、本名じゃないです。あの、リングネームです。本名は何とおっしゃるんですか？本名佐藤です。どこにでもいる佐藤です。リングネームを矢吹にされた理由は何なんですか？まあ、その佐藤ってまあその何ですかね、人はいる、いっぱいいるわけじゃないですか、佐藤の名字って。だからまあ最初に名前でちょっと覚えてもらった方がいいかなみたいな、覚えてもらったもん勝ちかなみたいな。あと同世代みたいなんで、井上尚弥とか田中康生とかが活躍しだした時期やったんで、ちょうど自分がデビューする時、まあ、そこに佐藤が出たところで何も注目されないんで。井上尚弥にしろ田中康生とかにしろ、やっぱアマチュアでキャリアとありますし、やっぱ名前も売れてたんで、自分らは全然大した結果も残してないんで、まあ、そんな選手たくさんいるんで。じゃあモチーフ自体は何から捉えたんですか？まあ、明日のジョーです。他にもいろいろ考え、リングネームは考えてたんですけど、まあ、最終的にそれでいこうかなと。他に候補に上がってたの？何がありました？なんかいっぱいありました。ウルフとか、なんか面白い名前もいっぱい考えましたし。今でもこのリングネームどうですか？リングネームって感じはあんまもう長いんでしないんですけど、みんな知ってくれてますし、リングネームって知らない人もいますし、なんなら自分の子供のことを矢吹ゆずきさんって言ってる人もいるんで。まあでも明日のジョーはずっと見てましたね。面白かったの。クロスカウンターでみんなをぶっ倒した時とかも。